スピードは1994年公開のアメリカ映画 GM ニュールックバス爆弾魔とスワットによる手に汗握る攻防を描いたノンストップアクションで速度が50マイル毎時以下になるとバスが爆発するという設定と次から次へと起こる危機を頭脳的かつゲーム感覚で解決していく展開が繰り広げられるそれまでの銃撃戦メインのアクション映画とは異なり 犯人との頭脳戦を主軸にして、エレベーター、バス、電車という動く密室を舞台に、スピード感を全面に押し出した本作は、世界的な大ヒットを記録した。同作がデビュー作となったヤンデボンや、主演のキアヌ・リーブス、サンドラ・ブロックが一躍有名となった作品でもある。アメリカ国内で約1億2、0ドル、全世界で約3億5、0ドルの興行収入を記録し、 ダイハード以降低迷が続いていたアクション映画業界に大きな反響をもたらした結果、1995年のアカデミー賞で2部門を受賞するなど、世界的な規模で高い評価を受けた。日本でも配給収入45億円を記録した。本作で主人公ジャックを演ずるキアヌが着用し、現実のスワット単位にも愛用者が多い、カシオ製腕時計。 G-SHOCK の DW-5600 シリーズは、この映画のヒットによって、以降、スピードモデルの別名でも呼ばれるようになった。この映画で爆弾を仕掛けられたバスは、GM ニュールックバスのロサンゼルスサンタモニカ地区で走る、ビッグ、ブルーバス色である。1997年に、続編、スピード2が公開された。ただし、続編には、ジャック役のキアヌ・リーブスは出演しておらず、 サンドラ・ブロック演じるヒロインとは別れた設定になっており、本作のセリフ、極限状況で始まった恋は長続きしないが、次回作での伏線として利用されている。ロサンゼルスのオフィスビルにあるエレベーターに爆弾が仕掛けられ、乗客たちが閉じ込められる事件が発生。ロサンゼルス市警察スワット隊員である、ジャック・トラ・ベンは、上司のマクマ本分隊長や、 同僚のハリーたちと共に爆弾を除去し、乗客を救出する。さらに、身の白金を要求してきた犯人を追い詰めるが、もう一息のところで逃げられる。逃げた犯人は後日、とある路線バスを爆破して、ジャックに電話をかけた。その電話は、ベニス発ダウンタウン行き2525 25番の路線バスに爆弾を仕掛けたという内容で、ジャックに対応させると同時に、身の代金を要求する。 新刊は速度測定計に連動し、バスの速度が一度でも50マイルパワーを超えると安全装置が解除され、さらに速度がこれを下回ると爆発するという仕掛けがなされていた。爆破を阻止するために警察バッジを掲げて標的となったバスに飛び乗ったジャックだったが、不法滞在している乗客の一人が自分を追ってきたと思い込んで発砲し、運転手のサムが負傷。 彼の代わりに、スピード違反で、免停中のためバス通勤していた兄がハンドルを、任された。次々と、バスに襲いかかるトラブルに立ち向かう中、誘導された高速道路で15メートルも途切れた、工事区間があったことが判明する。最大の危機が迫る中、ジャックは上り坂を利用してジャンプさせることを考えて、バスを加速させ、道路が途切れる寸前でバスは大きく跳ね上がり、 15メートルの隙間を飛び越えることに成功した。その後もバスは走行を続け、ジャックの起点でロサンゼルス国際空港へと向かう。並行して犯人を調査していたところ、爆弾の一部に使われていた金時計が警察官の退職記念の金時計と判明し、その手がかりから犯人が元アトランタ市警察爆発物処理範囲のハワード・ペインと断定。 ハワードは処理中の爆発事故により左手親指を失う障害を負って退職せざるを得なくなったが命がけで何十年も働いてきたのにハワードの自宅を突き止めたハリーたちが自宅に突入するがもぬけの殻の状態の中仕掛けられた爆発物で命を落としてしまう身元特定につながる金時計をわざわざ爆弾の一部に使ったのはハワードが 自宅におびき寄せるために仕掛けた罠だった。ハリーたちの死を知ったジャックは悲しみに暮れるが、バスの中の状態がマスコミを排除した後でも犯人に、筒抜けになっていることを不審に思い始める。その謎を解決する糸口になったのは、ハワードが、アニーのことを、アニーが着ていたアリゾナ大学ワイルドキャッツのエンブレムが、印刷されているシャツを手がかりに、ハワードが設置した監視カメラを発見したジャックは、 車内の映像を録画して、ループ再生で流し、犯人を欺く作戦に出る。ハワードが状況を知らずにいる中、人質は続々トランプバスに移され、最後まで残ったジャックと、アニーも床面の点検外でバスを離れ、乗客全員が無事脱出に成功する。無人となったバスは、 トーイングトラクターに牽引中のボーイング707型、貨物機に激突し、同時にスピードが50マイルパーアワーを下回ったことで、無人の貨物機ともども大爆発する。その後、ジャックのもとに、ハワードから身代金の最速の電話がかかってくる。脱出したことを知らないハワードに対し、ジャックとマクマ本分隊長は受け渡し場所に隊員を配置し、罠を仕掛ける。しかし、 ハワードが録画された、車内映像に気づいてしまったことで激行し、警察官に紛争して受け渡し場所近くにいた兄を連れ去る。異変に気づいたジャックは、現金の投下地点として指示されたゴミ箱に駆け寄るが、ゴミ箱にはハワードによってそのまま地下に、中身が取り出せる細工が施されてあった。ジャックが、地下に入ると、そこには体に爆弾を巻きつけられた兄とハワードが、いた。 ハワードは兄を人質に取り、地下鉄の電車を乗っ取って逃走する。やがて電車の運転手を射殺したハワードは、ジャックが屋根の上にいることに気づき現金を山分けしようと持ちかけるが、袋に仕掛けられていたカラーボールが炸裂し、現金はすべて使い物にならなくなってしまった。これに激怒したハワードは、屋根上のジャックに向けて銃を乱射し、直接屋根に登ってジャックと格闘するが、 トンネル内の新アニーの元にたどり着いたジャックは起爆装置を解除するが列車無線を通じて呼びかけるマ幕マ本文隊長の声で電車が工事区間へ向かっていることを知る。ジャックは電車を止めようとするがハワードが運転士を射殺した際に流れ玉で無線機も運転台も破壊されていたため停止させることは不可能となっていた。ジャックはこの先に曲線があることに気づき 速度を上げて、電車を脱線させて停止させようと考える。工事区間に突入した電車は脱線して地上に飛び出し、横転しながら、道路を滑走して停止する。群衆が第三次に驚き車両の周りに集まってくる。中、ジャックは、アニーと抱き合う。脚本を書いたグレアム・イオスとは、映画、暴走機関車の原案である、黒沢明が書いたオリジナル脚本を読んで、 思いついたと DVD の音声解説で10回している。これは彼の父が暴走機関車の映画化に関係していたために話を聞いたことがあり、図書館でその脚本を見つけ出して読んだのがきっかけとなった模様。またこの作品は低予算映画で無駄のない撮影を行ったため、未公開シーンが少なく撮影した映像はほぼ全て本編で使用されている。 インターステート110暴走機関車を見た後、グレアム・ヨストは20マイル以下になると爆発する、爆弾がついたバスにすると面白いのではないかと思いつき、その後彼の友人からの提案で50マイル以下に変更した。脚本はジョス・ウェドンによって書き直され、ヨストは劇中の会話の98.9%はジョス・ウェドンが書いたものだ。僕は会話を彼のように書けなかったと語っている。 監督のデボンは、キアヌ・リーブスについて、彼は大きすぎないため男性を脅かすことがなく、女性にとっては、素晴らしく見えると述べた。リーブスはグレアムによる、最初の脚本のジャック・トラベンは好きではなく、冗談のようなシチュエーション設定と、ダイ・ハードといくつかのコメディを混ぜ合わせた感じだったと、語った。ヤン・デボンは、撮影開始前に、ジョス・エドンを呼び、脚本を書き直させた。 ウェドンによって、ジャック・トラ・ベンは、一匹狼のやり手から、死者を出さないようにする男に変えられ、登場人物の軽薄な会話を削除し内容がある、会話を追加した。リーブスは、ハートブルー以前に、LAPD に関わっており、その時に、彼らの人間生活について学んだことで、その経験を、トラ・ベンに組み込んだ。ウェドンは、さらに、 登場人物のダグスティーブンスを弁護士から旅行者に変更した。ウェドンは主に会話部分を担当していたが、ハリー・テンプルが殺されるなど重要なプロットも少し手を入れている。リーブスはジャック・トラベンを演じるため2ヶ月間ロサンゼルスのゴールドジムで鍛えた。主要撮影は1993年9月7日にロサンゼルスで始まり、12月23日に終了した。デボンは オープニングクレジットでエレベーターシャフトの80フィートモデルを使用し撮影した。本作の制作期間中にリーブスの親友だったリバー・フェニックスが死去し、デボンはリーブスの撮影スケジュールを変更して彼を休養させた。高速道路シーンの多くは当時工事中だったカリフォルニア州のインターステート105とインターステート110で撮影された。 そこを調査中、デイボンはまだ道路がかかっていない、大きな空間に気づき、その後、通常版特典映像、オリジナル劇場予告編アルティメットエディション、特典映像、オリジナル劇場予告編、メイキング映像、未公開シーン集、キャストへのインタビュー集ビコ通常版の英語音声は 5.0CH と記されているが、プレイヤーで確認すると 5.1CH で、 収録されており、5色と思われる。アルティメットエディションでは 5.1CH の表記となっている。また隠しコマンドで、機内上映版のクライマックスシーンが見られる。なお、ブルーレイディスクもリリースされている。通常版、吹き替えの帝王版。ありがとうございます。